ら消したりもできますけど、切り絵となると一箇所こうプチッとやってしまったら全部やり直しになっちゃうわけですよね。そうですね、全部やり直しですね。なんか自分ができないですけど、これを切るのかって想像しただけでなんか目の奥がちょっと痛くなってくるなって感じがあります。そうです、だから本当になんか作品見てもらうときに虫眼鏡が欲しいみたいな感じで言ったりとか。多分ちょっとうちの父と母と言ったら、ちょっと眼鏡持ってくればよかったなって言われる気がします。なるほどね、そうですね。そのカッターと紙はもう市販されているもので切ってらっしゃるんですか？そうですね、なんかカッターナイフは一応ブランディング的には NT っていうところのデザインナイフっていうのを使ってるんですけど、紙は切り絵用紙っていうものを一応使ったりするんですけど、でもちっちゃいものとかだと本当に黒い折り紙を使っていたりするので、じゃあ本当に身近で買えるものでこの素敵な作品が生み出されてるんですね。